葉がドット TV。 こんばんは、オトバカドット TV MC のミオです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ですね、2015年、今回最後の、オトバカドット TV なんですけれども、今年はたくさんの方に今年も出ていただいたんですけれども、今日はですね、オトバカドット TV 忘年会スペシャルということでね、皆さん、1時間楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。そこでですね、そこでじゃないや、今回は、オトバカ忘年会2015年というね、タイトルで、オトバカドット TV 始まってるんですけれども、2015年のゲストたちを振り返って、見たいと思います。それではまずこちらをご覧ください。VTR、どうぞ。今回のゲストは、ルッキングバック2015。やばい、3年って髪の毛めっちゃ長かったやん。花柄ランタン、花柄ランタン、暮らし、演奏音楽やなっていうのが今までもすごい。アシスセソズ、あ、かぶお前ら失礼かちょっとやめろ。あ、すごい素晴らしいやつをやろうと。バウンダリー、ソーラン節、ソーラン節、こういうとこ行ったら手抜きなんです。怖くてね、いいんですか。君がそう、みんながやっぱあるんです一緒にいるうちに好きになるんじゃないみたいなのをずっと言われてて、周りの子からかーって思いながら、感性を磨くというかね、そのまあ話題作りにもなったりとか。勉強ですか。そう、は連絡ください。ホームページをみんなに受け付けてるんで。そうまもう、インためだけに言葉揃えるっていう。ナレーションをいつもしてくださってます、沼田さんです。沼田さんです、よろしくお願いします。生でやってくれてます。イエイそれ生どうでした。めっちゃ緊張しましたで、生の時にマイクが入ってるっていうのをずっと聞いてたんですけど、めっちゃ二人でなんか笑いそうになってましたよ ね、 ね、急に始まってからビクってなっていや、もう1時間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして皆さん、懐かしのですね、あの人が来てくれてますよ。皆さん覚えてますか。セイゴさんです。こんばんは。来ました。今日はここに来ましたセイゴさん痩せましたよね。ちょっと最近ご飯食べてないのもあるからちょっと褒めてください、はい、ごめんな。よろしくお願いします。ごめんをください。物乞いスタート新しい、はいはい、そして 2AP としてね、一緒に歌わせてもらいました滝田亮平くんです。滝田亮平です、よろしくお願いします。イエなんか、はい、その最近イケメンのなんかを出したという噂を聞いたんですけど、それって言ってよかったやつですか。うん、全然大丈夫でもここからはもう掘り下げていかないと。掘り下げないよ、オッケー。まあ、さっきね、写真集を出させていただきまして、はい、前音ばかりも話してたんですけど、うん、ふんどしはなってるんですか。ふんどしはなってるそこは買ってくれた人のお楽しみですって言わないと。そう、まあ、もう買っていただいてるんで、何人かには。あ、そうなんですね、はい、だからね、写真集出すって恥ずかしいだいぶでも男の人の写真集って見たことないんですけど、うん、女の人って結構水着着たりとかするじゃないですか。あ、男の人は水着着るんですか。水着着たり水着って主にビキニをじゃあもう買った人とかね、今から買う人ちょっとビキニを楽しみにしていただけたらなと思います、はい、イエーイなんとか明日。はい、そしてですね、
今日は2人来てくれてるんですけれども、君がそうなら僕はそうさんから斉津さんと加藤さんです。え君がそうなら僕はこうですね。惜しかった、もうちょっとでした、もうちょっとでした、もうちょっとでした、惜しかったな、やばいやばい。斉津さんと加藤さんです。お願いします。ありがとう。はい、熱っ。なんか言ってくれる感じじゃなかったんですか。いや全然全然言って、僕も言ってくれるかなと思って。熱い熱い、今日めっちゃ熱いんですけど、私だけですかね。あ、全然僕らも熱いです。ほんま、いやほんま熱いです。全員熱いです。僕らも熱いです。多分今ので温度が急上昇。僕らも心臓バクバク言ってます。大丈夫です。やばい、はい、あれなんかちょっと合図されたんですけど、今ちょっと分かんなかったんですけど、あ、ますか。あ、大丈夫です。すごく見てます。カメラもすごく見てます。大丈夫です。今日もちょっとあの衣装着てくれてるんですよね。そうです。ありがとうございます。こっから上だけなんで、なんか3人おソロみたいになってますよ。どうですね。馬さん新メンバーみたいな。よかったらぜひ入ってくれたらいつでも。全然大丈夫です。今日はですね、こんな感じでいろんな人たちとですね、あの、え？え？加藤さんの紹介も。本当や、加藤さん、加藤さんもぜひ一言お願いします。はい、一言。え、君がそうなら僕はこうで、ドラム叩いてます。よっ、女性のドラムって結構すごいですね。なんかドラムな感じがしないですよね、うん、なんか、まあ、よく言われます。いや、もう今日はこんなね、盛りだくさんのメンバーでやっていくんですけれども、皆さんの見ている方はですね、ここにあのコメントをください。みょうが読んでいきたいと思います。みんなで楽しく盛り上がって1時間ワイワイと、今日は忘年会なので、こういうなんだ、お菓子とかご飯食べながらまったりと喋りたいなと思います。イエイ。よ、はい、やばい、なんかいつもと違いすぎて、一人だけすごい汗かいてるんですけど。沼田さんですよね。沼田さん、元バカ、はい、顔出し何回目ですか？2回目ですかね。確か2回目、曖昧な。なんていうんですか、告知とかで、うん、あの VTR だけとかは確か1回か何回かあったと思うんですけど、ほうほう、生で出たのは多分これが2回目だと思う。へえ、なんかどんな感じですか？普段元バカの時1人じゃないですか、はい、ナレーションしていただいてるんで、あの1人で呼んで1人で帰ってるんで。すごい孤独なんですけど、今ね、あの皆さんいてくれはるんで、すごい楽しいです。ね、やっぱこう普段もいい声なんですね。でも、あ、ありがとうございます。いや、僕もあの結構いい声やと思います。あのいい声を売りでやってるんで。ライバルだ、ライバルだ、今日はライバルだ。音バカドット TV。 え、全然軽い軽いですよ。音バカは私の声なんで。あ、そう、そうか、音バカとか。そうです、音バカですよ。で、セイゴさんめっちゃシンティしてますけど。いや、全然全然、もうあの雰囲気に飲まれてます。すげえ正直ですね。すげえ正直ですね。で、セイゴさんね、はい、一緒に動物園行った、覚えてます？あ、もう忘れました。え、あのプライベートじゃなくて、デート、あの、違いますよ。オトバカ .tv を広めようとして、あの、ちょっといろんなことをしていこうっていうことでね、はいはいはい、ビデオを持って、ビデオ持って、はい、2人で動物園行って、動物園でふんどしになったんですけど、鳴らされたんだ。上、あの、圧力で。私、そんな感じですか？いやいや、まあまあまあ。しかもね、あの、打ち合わせしてる時に、初めて2人でね、喫茶店に入ったんですよ。はい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 、で、そこで私、あの、フルーツジュースでしたっけ、ミックスジュースをむっちゃこぼしてしまって、うんうん、あたふたしましたね、こういう子。はいはいはい、まだなんか、そんなにぐいぐい喋る感じじゃなかったね。はぁ、はぁ、みたいな。でももう今はぐいぐい喋る関係で。いや、待ってください。一年がよ、その時と。一人すごいな。変われへん。やばい、なんでみんなそんな汗かいてないんですか？かいてます、メガネ曇ってるでしょ。かいてます、メガネ曇ってるんで。もう思いっきりメガネ曇ってるんで、ずっと。自己紹介でから。やばい、ね、やばい、そのアイテム欲しい。やばいなと思って。熱い、ちょっとこれやばい、熱いわ。見えます？見えます？僕はあんま見えないんですけど。あ、そっか。曇ってるから、ね。そうそう、曇ってるんで。曇ってるから。はい、これなんか、コメント、あ、来てます。写真集買いましたよとか。あ、ありがとうございます。セイゴさん元気そうでよかったとか。あ、元気です。あ、そうです。ビビられたみたいな。元気です。
熱っ、大丈夫ですかね、これ。いや、多分大丈夫ではない。大丈夫大丈夫ではないですよね。もう、私、ヒートテック失敗したんですよ。これでも、あの、ほぼ僕、今日初めての皆さんと。あ、本当ですよね。あって、ちょっとみんな何をしてる人たちなのかがあんまりまだ分かってないんですよ。 あ、じゃあみんなで、はい、じゃあちょっと言って、言ってもらいましょう。何をしてるのか、はい、まず聖子さん。俺からで、聖子さん音ばっか一番長いじゃないですか。あ、いやいや、逆に聖子さん最後に。あ、最後に音ばっかりで、なんかそれもそれで、ね、じゃあ私さっきあの忘れてしまってしまってた加藤さんからどんなことをしてるか。でもさっき加藤さん言いましたよね、ドラム。そうそうそう言っちゃいましたね。なんかどんなバンドでどんな活動してるとか、はい、うん、あのここ2人が君がそうなら僕はこうっていうバンドで、うん、本当は4人組なんですけど、はい、今日はあの2人ちょっとお休みしてて、あの学校の先生、お休みしてるんですけどね、しっかりしてる、もうメガネの曇りもね取れてるよかったよかったよかった、はい、で、僕がボーカルギターのサイツ、はい、でドラムコーラスの加藤さん、はい、あとはもう1人、ベースでパパっていう、メンバーと、うん、ギターのエリカっていうメンバーが。今パパ出てるじゃん。あ、出てますね。出てます、出てます。見なくても大丈夫です。パパはお父さん、お父さんですか？いや、あの、あだ名がパパで、年に似合わずも顔がすごくパパっぽいんで、もうパパって呼ばれてます。大学の時から呼ばれてるんで。で、その4人で、うん、大阪、心斎橋とか梅田とかでバンド活動をしてて、はい、いろんな人の恋を応援するバンドっていうことで、うん、あの恋愛の歌を歌ったりして、楽しいライブをね、来てるのでぜひ遊びにまた来てください、ね、こっちに宣伝みたいな、僕も誰に言ってるのかちょっとよく分からないですけどそうですね、見てる皆さんがねぜひ遊びに来てくれたらいいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次はお願いします。僕は、はい、あの僕は一応俳優として、あの滝田亮平です、よろしくお願いします。お願いします。ま、何が得意って言ったら、まあ、何もあんまり何もないんですけど、ただ顔がかっこいいっていうありがとうございます。ほんまや、すごい、とりあえずそれだけです、ありがとうございます次沼田さんお願いします。はい、ナレーターとしてやってます沼田俊也です。普段はまあ関西中心にテレビとかラジオとかの CM だったりとかイケメンがちょっと映ってきますねイケメンがちょっとイケメンがはい、あのそういう CM とかのナレーションをやったりしてます。いろんなところで僕の声多分聞いたことあるかなっていう人もいるかもしれない。それは言えないんですか？今多分放送してるものはないんじゃないかなと思います。いや、昔ない、昔初めてスタッフさんの声しましたね、スタッフさんが天の声みたいな感じ。甲子園球場で、甲子園球場のすぐ横に甲子園歴史館っていう施設があるんですけれども、うん、そこの案内のナレーションをやってるので、サンテレビとかで、ね、阪神戦とかを見ていただいてた方はもしかしたら僕の声聞いたことある人がいるかもしれないです、はい、あとまあちょいちょいいろんなことやってるんで、あのよかったら応援してください。なんですか、なんですか、こんなんやってます、こんなんやってます、天の声がちょいちょい、こんなんやってます。例えば、ああ、あの甲子園歴史館の CM ですか。甲子園歴史館の CM なんて言ったかな。甲子園歴史館、何だっけ、もう忘れましたな、ね、そういうやつやったんで、あのもしよかったら調べてみてくださいはい、じゃあ聖子さんお願いします。はい、今日はなんか呼んでもらって急に来たんですけどあ、来たんですけどなんかもう近所の人が遊びに来たぐらいの勢いじゃないですか、はい、普段は何を、あ、弾き語りとか、たまに裸になったりとかあ、まだ裸になるんですか？はい、してます。あ、まあ、道端でですけど、それは犯罪や、犯罪や、今ちょっとやばいなと思って、うん、まあ、今恋がしたいなと思ってますあの、はい、そらも応援します、応援してもらえたらいやいや、アーティストでしょアーティスト側でしょ。はい、ありがとうございます。え、アーティスト、アーティストさん、お笑い芸人の方です。歌を歌った。あ、歌った、歌った。今弾き語りって言ってたじゃないですか。じゃあずっとお笑い芸人の方と思って。それで最後に。あ、そうですね。落ちたのだね。落ちたのだね。見てください。やばいですね。いや、今日いいですね。もうなんか面白いな。人口密度
度も高いですし、高い高い高いです。焦りで今私ちょっと頭にちょっと血が昇ってるぐらい熱いんですけど、怒ってんのじゃん怒ってる時ですよ、頭に血が昇るのは怒ってる時ですよ、熱いというより危ねえ、いや気絶しそうなぐらい熱いんですけど、この後ビンタされるんかな、そんなことないですよ。いや本当に今日ね、あの自由に喋ろうみたいな感じでね、あの忘年会ということで、そう忘年会なんですけど、なんか今日司会が2人いるみたいな、いやほんま、いやすごいやりやすいですちょっと待ってください、すごいやりやすいです、それ私この間1人で言ってたのやりにくかった、いや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 今日すごいやりやすいです今日すごいっすわ、いやもうひどい、ちょっと乾杯をしましょう、それ今日言おうってじゃあ、 あのキム兄さんがいや今日乾杯してないねって入れてくれてたんで、うん、あそかそかそか、タイミングで言おうとしたら言われてしまった、ね、どうしよう、乾杯しよう、はい、あつ、皆さん2015年お疲れ様です、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様です、あつい、うん、これみんな飲んだら誰も喋れないじゃないか、うん、おいしい、いやもうどうしましょう、なんかフリーな感じで喋る感じなんですけど、今日はなんかみんな言いたいことありますか言いたいことありますか、ざっくりしてます、ね、私今一番言いたいのはドアを開けてくださいって言ってちょっと風を入れてほしい、ちょっとやばいですね、風を感じたい、やば、え、なんでみんなそんな熱くないんですか、セイゴさんめっちゃ涼しそうで、ね、全然顔涼しそうです、顔は涼しそう、え、そうですか、なんか暑いとか感じます、あ、よく、あ、それはちょっと最近感じます怖い、怖い、おかしなってきてるやん、やば、新陳代謝とかよくわからないな、ちょっとすいません、ティッシュもらっていいですかマジで死にそうなんですから、まあ、緊張とかね、その、まあ、こうアップアップされてしたら、うん、あ、出ますね、ったりとか、ええ、でまたメガネ曇ってきてます僕すごく曇るんですよ、もうやばいですよ、なんかサウナみたいになってこれで今のみんなの状態が分かるぐらいのメガネで今日のメガネ曇ってないですよね、あ、でもほんまですね、あ、でもちょっと汗かいてきてますかあ、よかった、みんな分かりますね、これで、ね、今日サウナですよ、これ、これもうミオさん頑張ってってきてますよ、もう嬉しいな頑張りますよ、ちょっとこの汗やばいですね、せっかく化粧してるのにみたいな、頑張ろう、ちょ、ティッシュ持って目を1時間しゃべりやばい、あ、みんなあのフリートークなんですけど、はい、どうしていったらいいのかも全然打ち合わせせずに始まっちゃった感じなんですけど、うん、とりあえずみんな好きなもの食べてくださいね、大丈夫ですか、食べたら喋れなくなっちゃいますけど私喋ってるので大丈夫です、 ありがたい、食べよう、いただきます、ありがたい、まあ、忘年会、バクバクいきましょう、バクバク、忘年会なんでね、チョコレート食べましょう、チョコレート、楽しそうなメンバーって書いてますけど、明以外皆さん初対面なんでね、はい、あ、そうですね、ほんまそう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 全然ね、あの頑張ってるよ、ほんま全然わからないなくなってから喋ってくださいセイゴさん、はい、元気でした、あ、元気です、それは、はい、何年ぶり、え、1年ぶりですか、あ、1年ぶりかもしれない、はい、めっちゃ適当ですよさっきからずっと流してますよねずっともらったら流してますよねさっきのミックスジュースのくだりね、全然広がらないと思ってすごい流すやと思って、覚えてないんで、すいません流すなぁと思って字が読めないんこれちょっと今、無地が聖子くん、今夜もふんどしですよねっていう風に来てます、気持ちは気持ちは気持ちだけど、ね、実際は違う履いてきて欲しかったパンツ履いてない、え、安心もできないですか、ね、安心できない、安心もできない、できない、え、知らないですか、あ、聖子さんテレビ買いました か、 あ、かないです聖子さんお家テレビない、ここいじっていくしかないじゃないですかこの1時間今日1時間安心できそうそう、安心できそう、どうしましょう、え、皆さん今日集合って言われて来たんですか、はい、そうですそうです、楽しい忘年会あるよって言われて、すごい、忘年会とすら知らされてなかったえ、どんな感じで今日は、いや、あの昨日いきなりメールが来て、はい、あの明日のナレーションはあの生でやってくださいって、それだけ来たんで、うわぁ、すごい、わかりましたって言ってきたらこんなのやったって、ふんどしってかっこよく言ってもらっていいですか、ふんどし、あ、かっこいい、かっこいい、じゃあ、ふんどしって言ってみてください、ふんどし全然、あ、ふんどしって言ってみて、あ、いいですか、ふんどし、あ、おぉ、いい感じですね、1、2、3位ぐらい、あ、じゃあ、はい、ふんどし、大阪っぽい、大阪っぽい、大阪っぽい、ふんどし、風言っただけみたいな
せいごくん、ふんどしまだって言われてますよ。いや、まだ言われても、もう脱いだらもうないんで、ね、脱げないっすね。え、もうふんどし卒業したんですか？卒業まではしてないですけど。え、そう、ふんどし履いてたのは、そのプライベートでずっと履いてたんですか？たまにですね。プライベートたまに履いてるんですか？パンツがない時にその洗濯物でちょっと都合が悪い。ちょっとどういうことですか？パンツない時ってあるんですか？ないですか？いや、ないです。そんな体験したことないですよね。ないです、ないです。雨が続いた日とか。こう、あ、だ干せなかったからとかですよね。ふんどし部屋干しをせずに、ふんどしで行こうかな。ふんどし履き方が分からないですわ。来たことないです。あ、ちょっとじゃあ、あの、はい、二人きり。後日。ふんどし、ここでは言わずに。ここでは言わずに後日。せいごさんめっちゃ人気なんですけど、あの、カジさんが、せいごさんの18番が聞きたいですって言ってくれてるんで、アカペラで歌ってください。18番もクソもない。18番もクソもない。18番もクソもない。え、じゃあ沼田さんは18番何ですか？え、それは歌ですか？うん。あの、カラオケ行ってよく歌うのは、あの、世紀末の蝋人形の館ですかね。どんな曲やろ？どんな曲？お前も蝋人形にしてやろうかっていう。ドゥ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 みたいなやつですか？ちょっと違う。全然知らんのに進めようとしてる。そこまで知ってるんですよ。え、知ってなかったよ。今日は鋭いツッコミがあるから。いいっすね。喋りやすい。めっちゃ足抜ける。汗も拭ける。汗も拭ける。本当にちょっと待って、よいしょ。あ、暑い。一旦落ち着きたいぐらい暑い。そうですね。とりあえずみんなで落ち着いてヤンヤンつけ棒を食べましょう。あー、よかった。食べたかった、ずっとヤンヤンつけ棒。ずっと、ずっと目に入ってました。え、好きなんですか？いや、あんまりですけど。いや、あ、食べたかったな。多分今ちょうどいいぐらいの気温なんで、あ、チョコがちょうどいいぐらいにとろけて。あ、ちゃんと食レポしてくださいね。いただきます。すごく美味しいです。口の水分をぐんぐんしてます。いいな。ダメなやつじゃないです。あ、じゃあ、どうぞ。ありがとうございます。あん。あ、こんな男前で食べ方あるのかみたいにした今。パカパカって言いましたね。美味しいですよね。はい、男前で、うん、男前にこんなことしてもらえるなんて嬉しいです。同じこと2回3回言いましたね。でも、いや、俺も思いました。もしかしたらこんなね、かっこいい鳥に食わせまうことないなと思って。それをファンの人に怒られそうだなって聞こえてたんですね。はい、いや、もう熱。聖子さんの食べ方をちょっとみんなに見てほしいんですけど。いや、やめときます。なんで？もうせっかく食べてくれたのに。もう何も映りもしなかったじゃないですか。あの、進めてもらった。進めてもらった。でも、まあ、もらったんですけど、食べてたら喋れないっていう。一回食べてもいいと思う。一回食べてもいいか、うんうん、じゃあの、加藤さんだけまだ持てないんですけど。そうだろ、加藤さんも、いやいや、つけ棒持っていいですかね。どっちかって言ったら僕よりも加藤さんの方が、ちょっと女の子だし、いやいやつけ棒、イケメンからのいやいやつけ棒欲しいなと思って。ちょっと、よかったな、この絵機会やからな。いやいやつけ棒よかった、ちょっとカメラ目線で申し訳ない。申し訳ない、ほんまに。すいません。すいません、なんか、煩わして。持っとき、あんた、ああ、持っときなんて、ほんま。女子はね、ああしたらファンにね、怒られそうですもんね。偉いな、怒られちゃいます。あの、彼のファンにね。そうですね。はい、いやいや、もうそんなね、もう、食べましょう、みんなで。美味しい、ほんまに。熱っ。ああしたからって怒らない、誰も。え、そうですか、うん、みんな、ピース。平和。平和。直訳したら。平和ですね。平和、よかった。まだメガネ曇ってます。あ、曇ってますね。はい、よかった、よかった。今日一日は多分曇ると思います。これからは頑張っていこう。天気予報みたいな。そうですね。今日一日曇りようと思います。この後、この後曇ると思います。でも今こうマイクみたいな感じですよね。ほんとや。すごいいいな。今日マイクでこれで1時間しゃべりたいなと思います。いいな。なんかもうこっからはもうカメラ気にせずに、もう、うん、ただもうこの6人でも楽しんでるっていう図を見ていただく、うん、風にそうしよう、そうしよう。うん、そうしましょう。変更すれば。うん、あ、うん、名前も変わりました。おとばかからヤンヤンつけ棒の会っていう。何を言うとんの。名前変わりました。いきなり冷た。いきなり冷た。みんなでヤンヤンつけ棒食べたのに。いきなり冷た。いや、自分が一番最初に出してきたんでしょ。ヤンヤンつけ棒って、いや、エンターテインメント性ががっつり詰まってるものって知ってました？なんでなんですか？いや、この棒、うん、プリーツとかありますよ、うん、そこに自分でチョコつけて、さらにこのなんやこれ、プリプリ、こいつはなんや。なんなんですかね。多分プリプリは多分昔のあの
何なんかこの何この粒をつけるっていう、うん、そのあ、粒粒って言いたかったんですよ。プニプニじゃなくてプニプニじゃなくて、あ、そうなんですか。一回大きい病院行ってほしいです。僕はお前からそう思ってます。あ、ありますね。後でよかった、ふんどしの使い方だけ。よかったです。聖子さんに言われたくない。で、ここなんかそういう因縁があるんですか？因縁ばっかりですね。例えばどういう、例えば、はい、言っていいですか？うん、あの、聖子さんとニコニコ動画で、うん、あの、音バカを、ミニバカをやった時に、うん、待ち合わせしようってなって、待ってたら来ず、なんでやろうと思ったら、電話かけても繋がらず、どうしようと思ったら、携帯が止まっていたというね。あら、いや。あんまり携帯電話得意じゃなくて得意じゃなくても止まりはしないですよ。いろいろあったんですよ。でもそれが多分聖子さんじゃなければ、はい、あれ今日待ち合わせじゃなかったっけってなるんですけど、聖子さんやったらあ、なんかありえるなと思って、うん、全然イライラしなかった。あ、よかったそれは。電話使えないんだなってなったんですか。そう、聖子さん、うん、どうしたんだろう。お金がなくてめっちゃちゃんと言うじゃないですか。リアルに暗くなるわ。さっきぼやっとさせたのに、ちゃんと言うじゃないですか。めっちゃちゃんと言う。私 の動物園ダイモの、リアルに暗くなるわ。でも言わなかったのに、ちゃんと言うじゃないですか。動物園ダイモ。聖子さん、結構、ふんどしとか番組でも来てくれてたんですけど、はい、トークが、マジで真面目なんですよ。あ、真面目なんですね。そうなんですよ。だから、どこまで行っていいのかが、わかんないですね。どこまで、まあまあ。全部どんどん来てくれたら、まあ、それは答えてくれますよ。車の拒まずね。行きますよね。ありがたい。なんかこの中でもやっぱ一番長く行ってたので、聖子さんワンマンにも出てもらってるんです。あ、今ごめんなさい聞こえなかったんで。驚いたけど、ワンマン出たんですか。ワンマン謝ってください。ちょっと分かんなかったから。ワンマンに出てくれたんですよ。はい、出てもらったんですけど。その時、リハーサルの時は私、聖子さん、泣いたん知ってます？いや、知らないです。スルーがすごいな。興味は、興味はです。興味がないで、ひどいし。嘘です、テレビやから。めっちゃ A パスしてくれたのに、バンバン、あっちの方、テレビ。本当に興味ないですね。本当に興味ない。でも、聖子さん、こんな感じなんですよ。マイペース。マイペース。そう、なんか今めっちゃシーンってなったけど、みんな今年一番の思い出を順番に言っていきましょう、せっかくやし。言いましょう、それは。それは言いましょうよ。言いましょう、誰からいきますか、はい、思いついた人。はい、はい、お、はい、いや、僕は、うん、あの今まで一人でライブをすることがなくて、うん、で、ほぼほぼ初めてがあのみおちゃんと一緒にやらせてもらったこの音バカドットライブで一緒に やらせてもらって、うん、で、みおちゃんと一緒にこう2人で歌わせてもらって、その 2AP2 アルパカ2アルパカっていうのでやらせてもらって、あ、楽しいなと思いながらも、こいつって言っても思いっきりこいつって先輩思いっきりこいつって言います。先輩が、先輩がパイセンが、パイセン、ミオパイセンがミオパイセンがミオパイセンに結構トンチンカンなところがあるんで、はい、さっきも結構ね、あの今まで見てもらったら分かる、結構トンチンカンとかあったりとか、はい、この、はい、ね、このこれを読むときに、はい、漢字が分かれへんからお願いしますねって言われたりとか、はい、まあそういう人なんで結構僕が引っ張っていかなあかんところもあって、まあそういうのも初体験で逆にやらせてもらって、そこが良かったなと思います。ああ、そう。はい。いいっすね。めっちゃいいこと言ってくれてる。めっちゃいいこと言ってくれてる。言うこと言ってくれてますけど、ちょっとディスられてます。うっすら漢字読めないって言われてます。うっすら言われてます。いや、本当に読めないんですよ。はい。なんか2回ぐらい出てもらってますよね、結構。2回ぐらい。あと、はい、2回ぐらい、うん。出てもらってる時も、これ私が読んでるんですよね。ね、はい、まあ普通にゲストで来てくださった方はミョウが言うのを待ってくれるんですよ。でもめっちゃもう回転が早いので、りょうへいさんは回転早いから先に何々何々って呼んでくれるんで、んで、ね、あ、今日もターン飲もうと今日ちょっと楽できるってこといいな、よろしくみたいな感じで、はい。何これ、なんかもうちょっと仲良く喋っとかなかったから。本当です。やばいですね、これ。全然大丈夫ですよ、楽しい、俺楽しいですよ。多分、あの背景白いのに白シャツ着てもうてるからちょっと折れへんのかなって思ったら折れへんのかな、沼さんの折らんのかな、
ピンク入ってる、首だけ見えてまうから浮いてるみたいな。でもこれなんかテレビでよくある感じの風に見えません、今日はいつもと違うんですけど、気づきました皆さん。どういうこと？え、机が違うんですよ。あ、いつももうほんま視聴者そうですよ、ほんまえーみたいになりますよ、それ僕らもなりますよ、そうなんやねそうなりますよね、僕もなりましたへえってなりましたよ。いや、あのアングルがね、いつもはねこんな感じで映ってる感じ、今この感じなんですけど、今日はいっぱいいるんで、こうなんかこう 会議みたいな感じになってるんですよ、こうやってね、あのあっちの会議誰かのあっちの会議そう、こっちは一人一人 P で抜いて、こっちのカメラが全員撮って、そうそうそう裏事情がこっちのカメラで俺を一人を撮って撮りますよ撮りますよ、すっごいイケメンやな、イケメンちゃいます、おおからの、あ声意外と声高いっすよ、声高かったっすよ、声高かったっすよ、声高かったらびっくりした。いや、次の、あの今年の、そう今年の、はい、はい、誰か、あ、はい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 、はいはいはい、僕らあのー、初めて5月、初めてちょっとあの変なおじさん、田舎のこと初めて5月にこの音バカ出させてもらって、はい、その時にあのメンバー全員4人来て、でミオさんと一緒に5人で出させてもらったんですけど、はい、後でそのお客さんから見てくれた人か、うん、ファンから言われたのが、なんかすごい緊張してたみたいな、あ、そうなん、言われて、はい、僕がなんですけど、でそうならんようにちょっと今日は自分でお酒を入れて頑張ろうと思ったんですけど、うん、したら緊張すると眼鏡が曇る癖があって、じゃあ暑いからとかじゃないんですか、これあのライブとかでもボンボン曇るんで曇りすぎてちょっと今大丈夫かな、ファンの人怒らんかな、これ今の切り方かっこよくない、緊張してる上に口パサパサ大丈夫かな、でも今日は本当楽しいんで出れてよかったです、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった次の人誰か、今日今年一番の思い出、ね、音楽関係なくても何でもいいんですよ、うん、誰、うん、私ホークスファンなんですけど、うん、ホークス優勝しました、おお、いやすごいがなが一番、今年一番嬉しかったです。ホークスって何色のユニフォームのとこですか黄色いや、わかりますわかります、全然知らんねんなってことですよね、ミオさん全然知らんねんなってことですよね、ミオさんホークスの知識ゼロってことですよね、いやでも俺これでもミオさんが知ろうとしてくれてる気持ちはホークスファンは嬉しいよね、知ろうとしてくれてんねやっていう、ここでミオさんがそうなんや、おめでとうみたいな、わかんないんですけど、でも野球じゃないんですか、野球です、正解です、めっちゃ笑ってる、負けたるわ、野球ですよね、野球です、もう野球オリックスしか知らないんですけど、うん、ジャイアンツとか、うん、はいはいはい、個人とかわかるんですけど、ミオさんちょっと一個いいっすか、一個いいっすか、俺一個いいっすか、ジャイアンツと巨人は同じチームですねジャイアンツと巨人はえげついっすね、みおさんマジでほんま、これマジでほんま国が絡んできますね大きめの、うわ大きめの病院行ってほしいわ、落ち着こう、落ち着きましょう一回ね、巨人とジャイアンツは一緒ですよね、涙出てきたすごい、俺も一回メガネ拭いていいですかちょっとこの先が心配になってきました、やばいね、曇りすぎてもう聖子さん無言で笑って、ね、面白いですもん、すげえ面白いですよ、座るのかなと思って帰らせてください、ふんどしの締め方を教えてください、すげえ、ああ面白い、ああすごいな、あっ、それ熱いわ、熱いですね、ヒヤヒヤしました、面白い、もう今日終わる頃にはすっぴんになってそうみたいなんですよ、汗でね、汗ですごいですねやば、え、フォークスでしたっけフォークス、フォークスです、まだまだいけますこの話まだいけますかねまだ掘りますまだいける、まだいけるいい人やな、やばい、え、ジャイアンツと巨人一緒やしってあのファンの方にも突っ込まれてしまったんですみんな聞いた瞬間に思ったわ思いましたねほんまに涙溜まって、いやいや楽しかった楽しかったな、楽しかった、あ腹いっぱいになってそろそろ帰ろうかな相当序盤で帰りますねもうちょっと、もうちょっと一緒に喋りたいちゃんとあの次の人ちゃんと話題行きましょうよ、行きましょう行きましょう、うん、はい、まあ、話題あるんですねこれは多分全員ちゃんとじゃあはい、はい、えっと
僕普段ナレーターなんですけれども、うんうん、役者としてお芝居とかもやってまして、この12月の頭にちょうどお芝居の本番が終わりまして、ちょっとイケメンがちょっとイケメンが顔出しますねちょっと顔出しますねここだけ入ってしまってる一緒に映りたくないんですよイケメンが顔出してくれる。そう、その結構大きいところでのお芝居が無事大成功したので、それが一番嬉しかったです。どんな感じのお芝居だったんですか？今回はコメディでしたね。コメディ、はい、コメディ、コメディ、お笑い、やばいですね、お二人ですね、いやいやしますね巨人の事件があるんで巨人の事件があるんで大丈夫かなと思っていやいやしましたね。こんなに熱くて、うん、頭回ってないんですよ、はい、あ、やばいもう髪の毛めっちゃ濡れてきましたからね、はい、やばいですね、これはやばい。セイゴさんがなんでこんなすがすがしい顔してるのか分からない。さっぱりしてますね。さっぱり、はい、さっぱりはしてますね僕のは受け入れてくれるんですよ。ミオさんのはいかないですけど、僕のは行ってくれるんですね。嫌いだと思うんです。え、なんかあったんかな、また違う事件。何にもないんですけど、仲悪くなった事件みたいな。あんまりよかったよかった。意味に入ってこない。興味あります？あんまりない。興味ないですね。興味はなかったよ。怒られる怒られる。辛口や。いやいや、好きな食べ物なんですか？好きな食べ、俺ミッキーって言うから、ちょっと怖いなと思って。ちょっと猟奇的やなと思って。しいたけ。ああ、しいたけ。美味しいですね。僕も実はしいたけ好きなんですよ。食べ物も好きですよ、しいたけ。どこが？え、キノコが好きなんですよ。ああ、そっか。え、何につけて食べるのが好きですか？ポン酢。ポン酢ね。僕は醤油。何ですか？わさびです。すっげー。食べ方が特殊。すごいな。わさびか。さっきたさん、ちらり。さっきの、あれですね、顔面に入ってたっていうことですね。うん、阪神も阪神タイガースも一緒だよって教えてくれてる。優しい、すごい優しいですね、うん、いやもうどうしよう、今日大変や。みんなまだ暑くないんですか？ちょっとほっこり。結構汗かいてますよね。あれ、みんな窓開いてますか？いやほんまにね、この後みんなでね、銭湯行きますからね。婚約、婚約ね。で、僕はふんどしで行くんで、締めさせてもらって、ふんどし。教えてもらって。ちゃんと教えてもらって。はい、正直。ありがとうございます。必ず。約束がね、できました。よかった。次回の約束が。何の会なんですか、これ。今度でみんなで、ふんどしを履こうの会。それを見に行こうの会で行きましょうか、じゃあ。行きましょう、見に行こう。なんか女性もね、ふんどし流行ってるでしょ。あ、なんか見ました、ね、テレビで。なんかふんどし女子みたいな。ふんどし女子みたいな。みたいな。みたいなやつ。みたいな。見たことない。ふんどし履いてる。どんなふんどし履いてるんですか、女性は。その、でもあんま変わらないですよ。そのこうあれってこうやるんですよね。はいはい、こう履いてこう回して、はいはいはい、ここに入れるみたいな感じじゃないですか。まあそうですね、はい。これ何種類かありますね。これ何種類かありますわ。オーソドックスなやつですよ。オーソドックスなやつ。それをこう、まあこう上まで行くんです。上までこう。なんか本来はこう前から後ろにやるんですけど、はい、女の人は後ろから前にやって上まで行くんですよ。何それ、すごいな。どうなんですか、そっち。どうなの。もうそれは言うてますよ。もうそれは言うてます。チブまで言ったらもう言うてます。言うていきましょう。言うていきましょう。どうなのかなと。チブさですか。言うんですね。イケメンはやっぱ言っちゃうんですよ。言っちゃう。言っちゃう。チブさでも、まあ、その、なんか、なんて言うんですか、その、晒しみたいなもんですよね、言うたら。ほう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 。こう。で、ここでこう分かれて、ペタッと。またここの紐に入れるみたいな。結構長いですね。詳しいんですか。結構見てるんですよ。今年流行るビキニはどんなんかな。じゃあ出てきたんですしかもね、聖子さんが話をこう食いついて、話でへーみたいなので盛り上がったの初めて見たんです。ふんどし出ました。興味あるなと。やっぱふんどしは興味ありますよね。はい、面白い。多少なると思う。あれ、芝居の話はって言われたんですけど、芝居の話それも終わります。ふんどしの話になってきました。全部終わりましたね。終わっちゃったんですか。
あ、もうこの間、先週は次こんなやつやりたいとかないんですか？今決まってるのは特にないんですけれども、うん、あの僕同じ事務所の友達とコントのユニットを組んでて、それの公演が来年予定されているので、コントってことは何人でやるんですか？3人ですね。うーん、すごい、3人でコントの公演ってめちゃめちゃすごいんじゃないですか？まあ大変ではありますけど、やっぱこう毎日稽古したりするんですか？毎日、だいたい週に 2,3 回やって、2ヶ月前ぐらいからで、本番近くなるとちょっとずつ増やしていってって感じですね。みおちゃん、お芝居はできると思います？でも最近コントしてるんです。あ、やってんのよ。番組やってコントやってるんですけど、なんかでも多分ジャンル違うと思いますね。お姫様が現代にやってきてみたいな感じなんですけど、コントをやってます。頑張って。ジャンルは一緒やん。じゃあコントって言うんですね。僕もね、コントやん。ずっとコントって連呼してるから、なんで私と君は違うよみたいな。私はコントは違うみたいな。内容をちゃんと濃くやってそうな感じがするなと思って。で、そのお姫様のやつは内容薄いんだ。結構なんかこれを見てどうするみたいなから始まるやつなんで、割とアドリブ的な。そうです、そうです、すごい。それとはちょっと毛色は違うかもしれない。でしょ。いや、お姫様やったらティッシュって知らんから、まずこれは何なのから始まるみたいな。いったら自動販売機を知らない、コンビニを知らないみたいな感じ。そんな感じのことをやる。ちょっと特殊やね。まあでもジャンルといえばコントやけどね。全く一緒。先生今まとめてくれたの。そうですね、裏切られましたね。裏切られましたね。裏切られた。あ、舞台でもきっといい声なんでしょうねって。あ、ありがとうございます。え、お酒とか結構飲まれるんですか？そうですね、ただお酒を飲むと声が出なくなるので。ああ、ね、やっぱりナレーションの前とかは控えるようにはしてます。なんかレゲエの歌ってる方とかはなんかいっぱい、何でしたっけ、カクテルじゃなくてリキュールじゃなくてテキーラを飲んで歌ったりするらしいんですけど、それはあえて声を潰す的な。なんかね、お酒って一口飲んだら喉が開くらしいんです。それ以上飲むと縮むらしいんですよ。なんか喉、喉っていうんですかね、なんか食道、わかんないですけど閉まるらしいんで。全然閉まるよ。全然閉まる。ふわっとした感じ。閉まるんですよ。今目あってもうだから行くみたいな。もう食堂のワードで二人目が閉まりました。食堂でだねみたいな。兄さんどっちが行きますみたいな。食堂出しよったねってなりました。よかったよかった。なんかもっと振ってあげてくださいよ話。あ、加藤さんですか。いや、加藤さんはもうバンドの中でも聞き専門なので、今日は言ってくれるだけで僕は安心します。常に聞いてくれるんで、はい、すごくいいです。言ってくれるだけですごくいい子なので、すごい話をすっごい聞いてくれるんで。聞き上手ですわ。え、同い年でしたっけ？僕が一個上ですね。あ、はい、ってことは妹的な感じなの？あ、もうそうっすわ。いや、嘘でしょ。嘘ですわ。嘘言ってますけど。ごめんなさい。本当はどんな感じなんですか？へぇー。何なんでしょうね。まあでも、このポーズは何だったんですか？いや、なんて言うんかなと思って。全然言ってくれていい。全然好きに言ってくれていい。斉藤さんにとっての私がですか？あ、え？加藤さんにとっても私がですか？どうしましょう？一回僕らが病院行きましょうか。一回みんなで行きますか。で、銭湯行きましょう。汗流しましょう。一回汗流した方がいい。で、運動しちゃって。運動しちゃって。女性用のもあれらしいし。みんなで吐きましょう。話がすごい飛ぶ日ですね。飛ぶ日ですね。ちょっとみんな羽切っといてくださいね、飛んでいくやつ。そうですね。全然向こうに伝わらないんで、まあ、多分今誰もあんまりカメラを見て喋ってない気がするんですよ。そうなんです。もうスタッフの方がずっとカメラ、カメラ見ろよみたいな。ここまで来たらもう僕一生見ないです。あ、そうですか。見ましょうよ。あえて見ましょう。カメラ見ましょう。カメラほんま見んとダメですわ。じゃあ今日はオトバカ .tv の忘年会ということやから、はい、みんなにオトバカ .tv 出た時のなんか感想とか、なんか困難がありましたよみたいな、ちょっと言い合いするのどうですか？言い合いするの。そして喧嘩にも、違う違う、教え合い、お伝え合い、トークですよね。だからこんなことあったんですよっていうトークですよね。トークしましょう、トーク、そうらしましょう、絶対しましょう。はい、でも沼田さんはね、ナレーションで。僕は毎回ナレーションだけなんで、はい、初めはどんな感じでこうナレーションするってなったんですか？初めは、でもそれも、まあ、事務所から連絡が来て仕事のブッキングの話。そこからどんな内容かも一切知らされずに来たんですよ。知らされずに来たんですか？はい、わお。
できたらあの音楽番組のナレーションですよっていうのをアーティストの紹介をお願いしますっていうのを言われて、最初はね混乱したというか初めてだったので、この番組の音楽番組のナレーションっていうのがなんで、割と試行錯誤しながら今の感じを作っていった形ですかね。なんかナレーションのなんか見本じゃないですけど、はい、なんかこの人みたいな感じになりたいみたいなのあるんですか？なんかこの人みたいになりたい、なんか例えばめちゃめちゃイケてる あの声をやってる人とかいるじゃないですか、はい、こういう声を やりたいみたいなないんですか？こういう声っていうとあれですねあの、まあ、関西のナレーター業界の大先輩の畑中風さんっていう方がいて、うん、M1 とかのナレーションをやったら、はいはい、聞いたことあります。憧れなので。へえ、でも声のトーン的に一緒ぐらいな感じなんですね。そうですね、大体あの人も低めの声でやってある人。 M1 ってどんな感じの声か、ちょっとカメラに恐れ多いです。いいじゃないですか、やってみてくださいよ。いやもうそれ勘弁してください恐れ多いです。やってほしかったら今スタッフさんもこうやってこっちこっち大丈夫ですよ、忘年会なんで。本当もう怒られるんでそこを聖子さんにしちゃって、カメラに向かって M1 のあれを。 M1 のあれ、はい、ウェイゴさんテレビないんで。いいえ、テレビがちょっとないんでね。あれですちょっと怒ってますよ、ちょっと怒ってますよ。想像で怒ってるし、パンツも履いてないしですよ。もうしっちゃかめっちゃかですわ。怒ってるし、もうどうしてもミオさんの壺にね入ってましたけど、よかった。壺にミオさんいやもう全然ね、謝らなくて大丈夫ですよ。全然それはもう振られたから、そうじゃないです全然大丈夫。斉藤さんめっちゃ面白かった。ありがとうございます、ほんま。あ、豚骨ラーメンのスープが喉にいいと聞いたことあるんですけど、どうなんでしょう。え、それは聞いたことないですね。僕も初耳ですね。豚骨ラーメン。シンクロしてもで、ほんま。他のラーメンはダメなんですかね。あ、そうか。醤油とか。どうなんだろう。なんで豚骨だけがいいの。ニンニクが入ってるからとかじゃなくて。いや、それは全部抜いたらいいやん。え、どうなんやろう。え、シェイゴさん知ってます？わ、僕は知らないですよ。もう何も知らないって言いましたね、今でも。イソジンぐらいしか知らない。イソジンについてちょっと。あ、イソジン、ね、あるんですか。ちょっとじゃあ、それをあの聞こうと思って。じゃあ、とりあえず、あぶいな、これ。そうですね。飛んだ爆弾が来ましたね。シェイゴさんとね、こういう感じになるんですよ。ちなみにあのさっき言ってたあの天王寺動物園に行く、うんうんうん、なんか動物好きなやついてるんですか？動物は動物ですよね。いますいます。あのそんな感じいること犬ですか？動物園じゃなくて山里初ツッコミ。今日ツッコミの人少ないんちゃいます？2人しかいないんちゃいます？あ、ほんますね。3人や。さっき初ツッコミしたからツッコんでいきましょうね。いっぱい頑張ります。ツッコまないです。ごめんなさい。もうさっき言っときました、ツッコまないです。 , 笑ってはくれるんで。さっき間違えたな、両方から来るんで。そうですね、もう今ではもう目と目が合いますから、ね、もうすぐ行きますから。あ、ナレーションのお仕事憧れるわって言ってる人いますよ。あ、ぜひぜひ、あの事務所人員募集してますんで。すげえ。すごい。ぜひあのキャラで検索してキャラください。キャラキャラ、へえ、はい、すごい。え、なんかすごい有名な方とか。有名な方、社長もナレーターの方なので。島よしのりさん。どんな声なんか。でもアニメとかね、結構いろんなナレーションっていろんな種類ありますもんね。そうですね、ただアニメとかはやっぱり東京の方の声優さんがやることが多いので、あんまりこっちの人はやってないと思いますけど。もうこういう番組であったりとかとか CM とかのナレーションがメインですね、大体。え、なんかアニメとか練習とかでやったことありますか？専門学校の時はあのそういうアニメに声を当てる練習とかもやってたんですよ。もやったことあるんですよ。何？歯磨き粉のなんかアニメみたいなのが学校で。歯磨き粉も今言えてませんでした。歯磨き粉で学校でね、はい、授業でなんかあるんですよ、その声優さんのなんかアニメを見てそこに声を入れるみたいな。めちゃめちゃ難しいですよね。そうですね、あの秒数とかも決まってるん でこの秒数以内にこのセリフを全部読むとか、あと、まあとか、そうそうそう、だって漫画
まあ、アニメとかでも口が開いてる間に入れなダメですよね。そうなんですよ。だから吹き替えとかでも、そうなんですよ。あれは無理やわ。え、演技できてるからできるんちゃいます？いやでもね、患者の伝え方とかやっぱ違うんかなとはちょっと思いますけどね。ちょっと違うとは思いますね、うん、その絵だけ。結構オーバーな感じで喋りません？そうですね、やっぱ絵が、あのアニメとかだと生の人間じゃないので、あの絵もやっぱオーバーになるんで、うん、それに合わせてっていうのもあるでしょうね。あれ見られたくないですもん。なんか授業しかやったことないですけど、なんかすごい、なんか自分の中で感情を出すために動いたりしません？しますよ。するんですよ。レコーディングもそうじゃないですか。レコーディング、なんか立ったまま、あ、はい、レコーディングって前にマイクがある感じなんですけど、うんうんうん、普段ライブで歌う時とレコーディングの時って全然歌い方違うくないですか？はい、あ、違います違います。あのその時はこう、ライブの時はお客さんに伝えようが先ですけど、はい、あのレコーディングの時はあのうまく歌おうとか、あの歌詞を伝えるためにとかになりますね。なんかあと、しかもその、はい、足動かせないじゃないですか、マイクがあるから、はい、なんか歌いにくかったりとか。そうですね、僕はあのこうマイクがこう吊られてるんですけど、ここは何もない状態なんで、はい、こうやって歌ってます。初めて聞いた。なんか歌う時にこう、はいはい、やったり、こうかっこいいやつじゃないですか。僕こうやってます。どんなやつも。でもやった方がなんか。やってます。やってます。こうやった後こうやってますね。絶対やってる。あのツイッターで上げてるんで見てください。動画が上がってるんで。こうやってますと。そんなんやるんだ。なんかあの緊張しないようにっていうこと。ようやく音楽番組らしくなった。本当よかった。ミオさん、すっごい振りがね、ミオさんの振りがもう、こっち来るんやと思いましたしね。やっとこう、バシッとはまって道に。よかったなぁ。よかった。これで止まったんですけど。うん、そこは、ここからまたふんどしの話して。そうですね。あと30分、ふんどしの話。レコーディングの時とかって、うん、僕もまあ、何回かしかやったことないんですけど、めっちゃ緊張しません？その、ライブとはまた違う。緊張っていうか、その自分の世界にどんだけ入るかっていうのが、あれワードなんですよ。なんか私はいつも暗くするんですよ、うん、部屋を。なんかカラオケとか暗くしません？あ、します。あの盛り上がる感じしますね。暗くして盛り上がりますか？これ僕まさかおかしなこと言いました。今僕おかしなこと言いました。言いました。いや、なんかあの、いやでもそれは分かります、はい、あの分かるっていうよりも、その僕、はい、ライブする前に、はい、あのスタジオとかじゃなくて、結構僕カラオケで一人カラオケで練習することが多くて、はい、だから暗いですよね。暗くしますよね、うん、そのノリで。明るくしてたらなんか気まずくなる。あ、見られそのカラオケのドアの窓でパッて通って見てくるやついますよね。何見てんねん。何見てんねん。見てる側は違うんですよ。違うんですか？覗きたくて見てるんじゃなくて、はい、自分の部屋が分からないから覗いてる。それでここ俺の部屋かなって思ってるんですか？あ、そうなんですか。それ私です、それ、はい、ああもうミオさんがいつも見てるから。ミオさんがいつも見てるから、いつもどついたのかな、もうガンガンに切れてるじゃないですか。ガンガン。なんか私今日嫌われてる。いや、嫌われてないっすよ。いや今日もね、あの、はい、これ言うたらあかんかな思いながら黙ってたんですけど、始まる前にたまたまスタッフの方が、あの麦茶コーミョンの横にあるのを手挙げてますけど、あの横にね、楽しそうな麦茶いや絶対あのスタッフの方が楽しそうだと思って麦茶コーミョンを取るのに、はい、こう取った時に1個入っちゃったんですよ、はい、で、あ、このままで大丈夫ですよって言ってたんですけど、はい、本番前にちょっとサイダーに変えてたんですよ、はい、そしたらあのほらみたいな、うん、俺言った時に買えへんのにみたいな言われたんですけど、はい、確実にここでイエーイって飲んでて麦チョコ入ってたら、はい、あの子いじめられてるってなりますよね。そうそう、分からん、何が入ってるか分かんないですね。麦チョコって多分お客さんも、多分お客さんもあのタピオカと思ってますし、でも美味しそうやなと思って、いや、いじめられてるとかそんなんじゃなくて、なんでこんな急に真面目なの。なんだ、愛されてるんやな、タピオカ入ってるんやなって、ね、分かんないんですけど、そうですね、いてくれてよかった、ほんと一人一人がもういてくれてよかったですよ、今日はほんま面白い、楽しかった。いや、ちょっと楽しいですね。楽しいっす。せいごさん、うなずいてるしかね、ちょっと声発してくださいよ。聞いてると、あ、この場にいることはちょっとすごいね、今日は呼んでもらって本当に嬉しいなと。今なんか紙に書いたよ。みんな締めの言葉言ってくれて終わろうとして、終わろうとせんといてくださいよ。続くんです、続きますけど、続きますよ、続くんですね。いやいやいや
ね、そう笑ってますけど、聖子さんこれ普通なんですよ。いや、普通じゃないです。普通じゃないです。だから、その映像で見た時には結構、うん、あの、キテレツな感じの人やって、そのキテレツちょっとわーって、ちょっと不思議っていうか、はい、その、はいはいはい、なんかちょっとおかしな人な感じ、はい、な感じだと逆に今日は初めて会って、あ、ごく普通あの、はい、ね、普通の人よりも普通な人、落ち着いて、落ち着いて、はい、落ち着いて、あの、落ち着いて臨んでるんですね。そうですよ、今日は気持ちを落ち着けて。ちょっと荒ぶったりしてどうなるんですか、普段。ちょっと荒ぶってみてください。荒ぶってみてください言われても、ここではちょっと私にはきついんですね。ミオさん言ったこと全部やってくれないんですよね。今日も絶対やってくれないんですよね。聖子さん、よさこいは最近踊ってるんですか。最近踊ってます、はい。スパーン行きましたね。スパーン行きましたね。踊ってるんです、この前とかないですよ、絶対。絶対なんです。やっぱり嫌われてるかもしれない。いやいや、なんで踊ってるってことは教えてくれるんですけどね。はい、ワンマンで踊ってくれたんですよ、はい、よさこいを。めっちゃ盛り上がりましたよね、あれ。はい、高知県出身なんです、はい。高知県って。あ、そうなんですね。知ってるんですか。あ、僕結構行きますよ、高知。あ、ほんまですか。土佐の方。はい、よさこい祭り。はい。夏のお祭り。うん、そこで踊っ踊ったことはないんですよ。ないんかい。なんで話しちゃったの。これはえげつないっすね。これは興味津々のみんなの裏切りがすごいっすね。もうせっかく掘っていこうと。そこはないんですけど、一人でこうよさこいっちゅうのちょっとなんで父さん高知県のね、よさこいの祭り出してくれて乗れたのに、突き放す感じがすごいっすね。ツンデレがすごいね。すごいですね。ツンデレ、ほんまにツンデレやと思う。ではない、まあまあ、それあっての話で。どういうこと。今全員いつから祭りがね、祭りがあってってことですよね。よさこい祭りが。それが、まあ、まあ発祥というか、まあ。それが好きじゃないんですね。え、好きじゃないんですか。一旦この話やめよう。一旦やめましょう。今ね、コメント入ってるんですけど、はい、ね、あの、根本さんに質問だと思うんですけど、はい、いい声で何かラッキーだったこととかありますかって入ってるんですよ。いい声でラッキーだったこと、うん、うん、ラッキーだって、まあ、あの、この仕事に就けたのはラッキーだったことです。うわ、すごいいいこと言うね。日常生活で声が良くて得することあんまりないですからね。やば。あ、あります。だから、まあ、あります。まあ、例えばその、ハンカチ落とした時にすいませんって言ってこう落としましたよって言ってこう声がフェチな女性にはなんかその時に、あ、もう完全にメガハートになってたんで、あ、落としたんだ俺って思って顔なんじゃないですか。だからもうここ手を差し伸べましたもんね。もうハンカチだけじゃなくてレストランに行って嘘か本当か言ってもらっていいですか。嘘です。嘘やった嘘やった。よかった。羨ましくて死ぬとこやった。聖子さん、よさこい見たいなっていう声が入ってますよ。一人よさこい。いやー、一人よさこい、今やれ、もうおかしな人っていうか、もう。え、もう十分おかしな人って言ってますよ。になってしまうんで、余計にこう、やめときます。こんなにしっかりとしたらやめときますね。もう絶対やりません、今日は。もうよさこいだけはやりますよ。何がってもやりますよ。そうでしょ。絶対せえへんから。どんだけお金もらおうやりますよ。絶対やりませんもう。これが送ってきても絶対せえへんから。ごめんなさい。絶対せえよ。送ってくるなよ、これから。ほんま、絶対やらんぞ。誰やるか。もうね、これね、多分ね、20分ぐらい喋るはずだったのに、1時間近く喋ってる。いや、楽しいからさ、やっぱりもう。もう今日はスペシャルということで、いいかな、はい、いいっすよ、もう楽しいな。いいかな。そう、みんなでいっぱい喋ってるんですけど、実はね、はい、いつも音バカ .tv でセッションライブをさせてもらってるんですけど、今日はみんな集まって何しようっていう話に、ね、なったんですけど、聖子、はい、さん今日実はライブ帰りなんですよね。そうなんです、ライブが、はい、日当たりもやっておりまして。聖子さんカメラあっちなんですよ。日当たりもそうですね、あの、そんなに。さっきも言うたけども、やってるんだよ。聞けよ、もう。ね、聞き、もう言うたりましたもん。聞けよ。さっきも言うたけども、言い方でやっとんねん、聖子は。なんか言わすねん、ほんま。で、それで、あの、ギターをね、持ってくるだろうと、みんなで思ってて、で、あの、ギターで弾き語りをしてもらって、なんか歌おうって言ってたんですけど、見事にギターを置いてきてくれてたので、何しようってなったんですけど、もう今日12月でね、はい、クリスマスということで、うんうん、
ある曲をみんなでアカペラで楽しくセッションしようかなと思ってるんですけど、皆さん心の準備 OK ですか？いつも楽器の準備とかそうですね、今日は心の準備、心だけの準備、心だけの準備、みんな大丈夫ですか？みんなで一緒にクリスマスといえばこの曲をっていう曲をね、はい、歌いたいと思うんですけれども、今日歌う曲はジングルベルというね、はい、この曲思い入れある人います？挙手でいいですか？挙手で。あ、じゃあ僕だけです。まあ逃げ方うまい。いやもうそんな。いやなんか幼稚園の時ぐらいに歌う感じの曲だと思うんですよ。そうですね。大人なんてあんま歌わないですよね。ないですよね。はい、でも僕結構あのライブとかでちょっとバーって歌ったりとかした時には結構盛り上がる。まあそのライブやからこそっていうのもあるんですけど。なんかね、こういう場で歌ったらもう聖子さんがどういうセッションをしてくれるのか一番僕のセッションがすごい楽しみですね、はい、うん、あれだけやらんって言ってたらよさこい出るかもしれないから ね、いや絶対出ないですよ、絶対出ないですよ、出ないですよ、やるなって言ってますから、もう送ってこないですね、うん、みんなね、よさこいはどうにかやらせてじゃあ今からみんなであの楽しく忘年会らしくセッションしたいと思います。じゃあそれでは沼田さん、はい、どうぞ。はい、それでは、音バカフューチャリング皆さんでジングルベル。ワン、ツー、スリー、フォー。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、鈴のリズムに光の輪が舞う。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、森に林に響きながら走れそうに、よ風のように雪の中を軽く速く、ヘイ、いいヘイが出ますね。雪に負けば明るい光の花になるよ、ヘイ。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、ヘイ。鈴のリズムに光の輪が舞う、ヘイ。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、ヘイ。森の話に響きながら、よー、いや、歌えわ。もう、イジでもよさこいは出てけえへん。そうですね、もう。僕チラッと見たんですけど、最後だけやってくれへんかって言ってちょっと見えたんですけど、最後だけちっちゃいやつでもええからみたいな出てましたけど、いじでもやらないけど、まあでもね、いいヘイがこう、あ、そうですね、めっちゃ盛り上がりました、びっくりしましたね、はい、うん、いや楽しかったですね、楽しかったな。じゃあみんなさ、せっかくなんでよかったら一人一人告知をしていただきたいなと思うんですけど、はい、告知を、じゃあ順番に行きましょうか、はい、沼田さん、もしよければ。告知、はい、まあ、直近で何かイベントとかはないんですけれども、あのナレーションとかのお仕事をいつでもお待ちしてますので、うん、あのもしお仕事そういうのあれば沼田までよろしくお願いします。沼田さんはなんかブログとかツイッターとかやってないですか？ツイッターはやってますよ、あの本名で、本名というかこの沼田俊也っていう名前でやってますんで、よろしければお願いします。はい、ぜひ皆さんお願いします。おとばかいつもナレーションしてくれてるんでね、はい、皆さんぜひぜひ注目してください。じゃあ次、聖子さんお願いします。僕、はい、犬をちょっと飼いたいなと思ってるんで、何の話してるんですか？なんかあったら教えてください何を教えるの？多分里親の募集の聖子さん、メオがやっあのいつも行かしてもらってる動物愛護団体さんのところ行ったらいいですよ。あのお願いします無視無視ですね、無視こんなにちゃんと話聞いて無視するんですねはい、じゃあ次お願いします。はい、僕としてはあんまり告知がないんですが、はい、あの実は神戸清盛隊という方たちが、はい、目を知ってますよ、いてまして、そしてその方たちが今度クリスマスの12月25日にクリスマスライブで、スマイルフェスというのをやります。はい、そしてそのライブにはみおちゃんも、はい、出ますよ、ね、2人で、まあ2人じゃないですけどまあ一緒にやることはないと思いますけど、はい、まあ一緒にそのフェスを盛り上げようと頑張ってるので、はい、まあよろしければまたツイッターや、Facebook を見て、また見て、あ、これこれです、見てみてください、よろしくお願いします。じゃあ次お願いします。はい、はい、ライブが今年最後のやつと、今年最後のやつから1月、2月分ぐらいまで今出てるんですけど、うん、今年最後が12月18日金曜日に心斎橋ジャニスっていうところであります。
で1月最初がダフリエクラブビジョンっていうところで新年会があるのと、うん、はい、で次が1月14日がまた同じとこですね、クラブビジョンっていうところで吉野さんっていう元流れの方の誕生日イベントがありまして、うん、でまた29日に神戸のスロープっていうところでやばい新年会ですね、やばい人たちが集まって新年会をやります、うん、で一番その大きいと言いますか大会みたいなものがありまして、はいはい、2月6日木曜日に 大阪のセカンドラインっていうライブハウスでエマージェンザジャパンっていう大会の予選がありまして、これがあのお客さんが挙手制で手を挙げてくれた数が多いだけその決勝に行けるみたいなやつなので、うん、よければ見に来て、はい、手を挙げていただければ、うん、遊びに来てくださいありがたいです、ほんまにも、はい、ぜひ来てくださいこれこれっすわ、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 それっすわ、それっすわ、挙手制っていうそういうのがあるんですね、はい、そうなんですよ、ライブが終わったらすぐ司会の方が今のライブ良かった人って言ってお客さんが手を挙げるんですよ、でその数を数えて多い人が勝ちっていう、それキャパどれぐらいのとこなんですか、いろんなとこでやるんですけど僕らこの日出るのは多分200区とかなんかな、200区数える人はめっちゃ大変ですねあ、大丈夫、200人来ない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 、分かんないけどそれ分かんないけど個々の人によるけど、それは分かんないです、来るかもしれないですけど、応援に、はい、ぜひぜひぜひ遊びに来てください、ぜひぜひ、はい、あ、さっきのってツイッターですかね、ホームページどっちだろう、ツイッターですね、ツイッターのホームページもあります、ぜひぜひ皆さんチェックしてください、うん、お願いします、はい、あ、そうですわ、うん、もう一番オープニングで間違えたみおちゃんが、今覚えてる、ちゃんと覚えてる、何ていう形ですか、君がそうなら僕はこう、あ、合ってました、よかった、よかったよかった覚えてますよ、覚えてます、ちょっと暑かったから、あ、暑かったから、暑かったから、もう意識も朦朧としてる、ね、今結構戻ってきてるんで最後みおちゃんなんか、あ、そう、みおも告知を、したいんですけれども、まずはさっきりょうへくんが言いました12月25日11時から朝の5時まで、オールナイトであるんですけれども、こちら吉本さんのスマイルフェスという大きなイベントです、去年も、目を出させていただいてるんですけれども、なんと今年も、出させていただくということで、今年はですね私の中で、今までと全然違う自分の目ワールドを全開で、頑張ってやりたいなと思うので、まだチケットがですね実はまだちょっとあるということなので、うん、チケット吉本さんとかローソンチケット、はい、ローソンチケットかな、うん、はいね、やってもらえたら取れると思います、ツイッターなどフェイスブックなどね、あれば、いや、なんかね、みんななんかいっぱいやってくれるんですけど全然わからないんですけどすごい正直分かってくれます、すごい正直今日はみんながいてるからちょっとみんなに助けを出してみたんですけど、うん、いつもわからないなんかこ この、はい、これですね、はい、ミョウのブログあるのでぜひこれを見てほしいんですけど、ミョウのブログの検索方法があります、ビロンビロン、はい、あ、こっちかい、こっちかい、ミョウのスペースまたで検索してもらうと一発で出てくるので、ミョウのコメントのところで多分取り置きもできますよね、取り置きもできます、できますので、はい、ぜひぜひ皆さん行くよって書いてくれたら予約、ね、この検索の仕方いいですよね、ミオ、はい、バカってね、はい、すごいですね、めっちゃ単純なんですよ、ミオがバカなのかなっていうそういうことやと思いますはい、はい、ぜひ来てほしいです、うん、そしてですね、これはミオのブログかな、はい、ブログですね、これぜひぜひお願いします、ひょい、はい、あ、こっちかい、はい、そしてですね12月31日にですねカウントダウンライブが毎年恒例であります、今年も奥村兄弟さんと、一緒にカウントダウンライブやりますので、平野の江上寺さんというところのお寺の本堂に、皆さん集合ということで、うん、フリーイベントなのでね無料なのでぜひぜひ遊びに来てください、はい、そんな感じでもうすぐ12月25日ですね、ね、もう何やかんやってクリスマス過ぎて正月、もう正月というかもう年の瀬ですもんねそう、ほんまに一瞬で今年が過ぎ去ったような、うん、そう
いや今スマイルフェスの話振ろうと言ってたのにだんだん振るように戻しましょう戻しましょうスマイルフェス戻しましょうそうスマイルフェスね、ね、あのスマイルフェスね、はい、めちゃめちゃ大きいイベントやから、うん、しかも今日ね音バカに出ていただいてるあの NGK ナンバーグランド花月で、はいやらせていただきます、はい、一緒に出るのでぜひぜひお願いします。すごい有名な方がたくさん出るんですよ、ね、お笑い芸人の方、はい、8.6 秒バズーカーさんとかスマイルさんとか、うん、藤崎マーケットさん銀シャリさんとかたくさん、はい、そして豪華アーティストの皆さん、そうですね、ケツメイシの大蔵さんがね DJ で出られたりとか、うん、あと、まあ、神戸清盛隊とか妙とか本堂夏子さんとかたくさんいろんな方が出るね、はい、もうオールナイトの盛り上がるイベントなのでぜひぜひ皆さん、来てください。お願いします。お願いします。はい、はい、そんな感じですね。もう今日はねたっぷりとみんなで笑いながら1時間やってきたんですけれども、今日出演されていかがですかっていうのを一人一人聞きたいなと思うので皆さん準備しててくださいね。しゃー、はい、でそれでは沼田さんからぜひ準備すぐ来ました。すぐ来ました。はい、お願いします。いやでも本当に普段ナレーションのナレーターとして裏から支えている番組にこうやって表で出させていただいてすごい楽しかったです。ありがとうございました。イエーイ、よいしょ。久しぶりに、皆さんに会えてあの心から嬉しいと思って ありがとうございました。絶対思ってない。ありがとうございます。はい、今年も、まあ、忘年会ということでありがとうございました。そして2016年も滝田亮平をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうぞ。はい、頼みます。今年も2回音バカ出させてもらったので、はい、来年もまた、1回でも出れるように頑張ります。来年もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日初めてお会いする方ばっかだったんですけど、なんかいろんな方がいるなという感じで見てますからね。見てますから彼女あれ見てますから今日見てましたから。また来年も君僕を音バカも一緒にお願いします。お願いします。めっちゃちゃんとしてる感想が良かったです。はい、ですね、なんと音バカはですね来年からちょっとしばらくお休みという形になるんですけれども、また春にですね音バカ、やるのでぜひぜひ皆さんチェックしてください。ミョンのブログとかでねいろいろ告知するので、ぜひぜひチェックしてください。お願いします。今日はですね2015年忘年会ということでね、みんなでワイワイ楽しくやってきたんですけれども、音バカ .tv もねもっともっと長く長く、続くように頑張っていきたいと思うので、皆さん来年もよろしくお願いします。そんな感じで、今日も終わりたいなと思います。ではまた皆さん春にお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。